中山頻馬ステークスは日本中央競馬会が中山競馬場で執行する中央競馬の重賞競争である。競馬番組表での名称はローレル競馬場賞中山頻馬ステークスと表記される。寄贈賞を提供するローレルパーク競馬場はアメリカ合衆国のメリーランド州にある競馬場。創設時より同競馬場との親善を目的として競争名に バナを冠している。清賞は、ローレル競馬上昇。1972年に、5歳以上の頻馬によるオープン特別として創設。1983年より、重賞に昇格、グレード制が導入された1984年より、議員に格付けされた。2006年に4歳以上の頻馬重賞路線が、整備され、新設された。 ビクトリアマイルの前哨戦として位置づけられるようになった。外国サ馬は1993年から、外国馬は2006年から、地方競馬所属馬は2020年からそれぞれ出走可能になった。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格、サラ系4歳以上品馬負担重量、ハンデキャップ2021年の一着賞金は3600万円で、 以下2着1400万円、3着900万円、4着540万円、5着360万円。コース種別を表記していない距離は芝コースを表す。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。1972年から1982年までの優勝馬各回競争結果の出展。ありがとうございます。